確かに親が亡くなるたびに縁談が持ち上がればあなたもさぞかしうんざりするだろうな。とりあえず承知した。今は帰ろう。だがもしあなたが嘘をついてあの男と結婚しようとすれば俺は強引にあなたを連れ去るぞ。相変わらず可愛げがないな。まあいいだろう。芝様が偶然居合わせていたとは驚きましたね。
ようこそ、お待ちしておりました。よくいらしてくださったわね、おひいさん。何を言っているの。遠慮なんかしないで、いつでもいらして。私、本当にいつだって大歓迎なのよ。私に分かることなら何でも教えて差し上げてよ。しげこ様の？彼女の何を知りたいのかしら。ええ、そりゃお花のことよね。確かに不自然な話ね。そう、卑怯ね。おぼろげにわからないでもないけれど、ええ。でも確証がないわ。私の記憶では茂子さんの周りにそんな名前の。失礼いたします。あら、何？お入り。あの、そちらのお屋敷の方がいらっしゃっていますけれど。あら、どうしたのかしら。どうぞお呼びして。いえ、お話が終わるまで外で待っているとのことで。え？どういうこと？そうね、わざわざ迎えに来るの。あの執事かしら。いいのよ、またいつでもいらしてちょうだい。とにかくあなたの家は今大変な状態なんだから、私にも遠慮しないで協力させてね。
姫様、もうお話はお済みですか？そうですか。では帰りましょう。そうです。お屋敷に戻ってからお話しいたします。どうしてですか？なぜ何のことづけもなくお出かけになられたんですか？私がどれだけ心配をしたと思っているんですか。そうですよ。姫様がいなくなったことに気づいて、まず屋敷のあちこちを探しました。いよいよいないとなると、まさか何かに巻き込まれたのではと不安になり、方々へ電話をかけたり、訪ねて行って確かめたりして、まさか天海の家にいるとは思いませんでしたけれどね。私はあの方と付き合うのはあまり良くないと申し上げたつもりでしたが、
おかしい。姫様も今かこの家がどういう状況かご存知のはずでしょう。先代様も奥方様も決して穏やかな最後ではなかった。そんな時に何も言わずにいなくなった姫様を心配するのはおかしなことですか。彼として主の居所を探すのはうるさいことですか。姫様の安否を確かめたいと思うことが。そうだったのですか。私はそんなにも姫様に嫌われていたのですね。良かれと思ってやってきたことの数々が裏目に出てしまったのでしょうか。姫様、そんな私と会話をするのが嫌だから黙って出て行ったとおっしゃるんですか。失望。